野崎チャンネルプロスペース。さあということで、現在もう次のステージに来るのあと30分。現在6日14時半でございます。あと30分で、このワールドスターセレクションが終了します。さあどうする里崎悩みに悩みました。どうしよう。今ロッテ純正でスピちゃんロッテ代表で出るためにロッテを頑張って集めてるっていうところで、今回のワールドスター、山本ダルビッシュ藤浪っていうところでロッテの選手じゃない、まあそりゃそうでしょう、ロッテの選手メジャー行きませんからね。どうするのか、まあ忙しかったっていうのもあるんですけども、最後に最後に迷ってこのセレクションガシャをするのかね。だって3もう絶対当たるからね、これめちゃくちゃすごいガチャだよね。山本藤浪ダルビッシュも絶対当たるからね。そういったところで悩んで悩んでした結果ね、これをやりましょうというところで、残り30分ギリギリですね。アニワもやらなきゃいけない、でもこれもやりましょうというところで、もうね、一番欲しいのは藤浪よ、藤浪で次山本、最後ダルビッシュ。なんかね、クレイさんとかビップさんのを聞くと、リアタイダルビッシュはあんまりこれのダルビッシュは弱いっていうところでね、まああるんでね、まあ、山本ダルビッシュ、そして藤浪だから、これで万が一3回目で藤浪が来てらもう終わりです。もう藤浪一人いたらもう OK ということで、まあ、山本も欲しいけどね、3回目で藤浪が来たらもうこの動画終わりです、はい、ということは尺が足りません、どうしようっていうねところもありますけど、それは後々ね考えていきましょうということで、まあ、現状ね山本がねもう古いのよ、最後の持ってます山本が2022年のシリーズ2の4100だからね、だからこれはね欲しいのよね、やっぱり山本持ってます山本が少ないからね。で続いてね、阪神の、藤浪はね、これです4400、2023年シリーズ2ワールドスター、これ持ってます。これもね継承したい。であとね、ダルビッシュね、ダルビッシュが、持ってるのはここなのよね。でこの、2021年シリーズ2のワールドスターはこのダルビッシュに、継承しました。で今これとこれ、これと、ね、これ継承、これ持ってるんですけど2体持ち。でも今回のダルビッシュもこのセレクション強いんだよね。でも俺何も覚醒とか何もしてないから、これあスピ解放かしてないからずっとこれなんだけど、ちょっと皆さんこれはスピ解放したら方がいいのかどうか皆さん教えてください。でももう3500、もうだって1000、もう1000上がってるからね、そこら辺またいっぱいいるけどどうしようかっていうねところが迷ってますね。まあということでね、欲しいなんでやっていきましょう。まあ、こうしてる間にね、時間なくなっていくっていうのがあるからね。まあ、でもね、ここはとりあえずね、マリーンズにしてね、もし、決定したらマリーンズの選手を取っていこうっていうところで、これもあえてマリーンズにしときますね。じゃあ、1回目、レッツゴー。これはもうおとなしめかな。1回目っていうことで。ほら、来た！来たで。1回目で藤浪来る可能性あんで。残りもう30分切ったまさかの友杉バッティング頑張っていこう。運命の坂本論争。おっと運命つ体さえ元気だったらいいピッチングできるよ。おー、菊池パワーあるね。あ、来た、どこ行った、浅野に負けてんで。いや、これか、危険かったなー。30%か、みたいね。レッツゴー。いや、ミニモーリーチャンス棒に振った怪我で塩見今年は難しいな。長谷川レギュラー取れるチャンスあるのに、アギーラどこ行った、行方不明。3回です。これで藤浪できたら終わりです。はい、皆さんね、さあ行きましょう、レッツゴー。絶対当たるのに、絶対当たるのに普通、いや絶対当たるのに普通。おっ、おわ、びっくりした。石川は相沢まだまだ元気、湯浅今年はもう調整か、佐藤打撃海岸、島田足行こうかも、え中関3回目確定じゃないんや。俺3回目確定かと思ってた。もう完全にミスやな。しかも、もう一つミス発生した。動画撮ってなかった。
今の30連動画撮ってなかった。今動画ボタン止めようと思ったら押してなかった。何しと、何それ。まあまあ準備体操ですよ。流れ悪い。はい、録画ボタン押した。はい、画面録画。オッケー、押しました。きっちりね。こっから40連目から真剣です。行きましょう。来るんじゃん、この流れで。指名候補挑戦。普通。流れ悪いわ。さあ、録画ボタンも押してへんもん。頼まれへんかな。乗るか。山田ことすると、ワールドナード請求だけ。西川、いいね。長太郎くんあるね。清水、今年は頑張ってこと。菅田、タイトル取るか。運命の坂本です。木の下、どうなんや。で、霧式も欠かせない。で、田村、どうなんや。山本またやめろ。また山本。さあ、5回目。レッツゴー。図鑑？指名候補挑戦。普通やな、なんかバチョーン切れへんな。どうなんだ、ここもランニング以降行かへんし、ここも全然行かへんし。うわ、豆粒の目。つぶらな瞳。で、何もなく。どうなんや。コブの右で大瀬良今年いいね。受賞していこうよ。いや、林打てばレギュラーだよ。いや、欲しい。それと近づいてビシエド来年どこや。広島っていう噂もあるぞ。え、浜田どうなんや。いや、オフ一段来た。ゆったり来た、ゆったり来た。いや、無念打撃でしょ。マルティネス、ニコハムって書いて。いや、上川田いいところです。これ6回目、これ確定です。ね。これで、一番来たら終わりましょう。ね。さあ、レッツゴー。波富士ゲット。カモン。指名候補挑戦。いや、2枚引き欲しいんだよ。佐々木さんも2枚引き。さからの。いや、いかへんな。1枚引きか。5分からの。いけ。どうなん、これ一番できるのね。今宮いい右打ちあげる。いや、上林どうなんや。ちょっと板山に負けてるね。浜口今年はいいとこ悪いのかよく分かんない。山田はいい。で、山崎総一郎はダメ。で、木南満塁ね、満塁男で最近。で、岡林も上々に上がって。いや、宇田川復帰したけどね。いや、松本ちょっと肩の張りで今マッション中。さあ、南、おっ、藤波来た。藤波来ました。ありがとうございますね。ということで皆さんね、もう膝に取るわけでね、終わりにしたいと思います。と見せかけて、あと3連。どうする、もう一回藤波の可能性あるやん。もう一回。ここやめときやん。もう俺藤波欲しいで、藤波来てるやん。え？もう3連行きます？行っちゃいます？どうなるか。じゃあ行っちゃいましょう。ね。行っちゃいましょう。じゃあ、山本ね。山本トリリね。藤波がもういる。山本よ。皆さん、応援してくださいよ。さあ行きましょう。70連目。指名候補、挑戦。普通。ここでマシコン終わったらね、気持ちいいのにね。起きた。まさかの、まさかの来た。来い、来い、来い。いや、2枚引きだなぜか。2枚引きだなぜか。これもう 50% に値上がりしてるからね、実は。伊藤博美、さすがに。東郷優勝はあなたしだい。もうびっくりした。ちょっと手術ね、まあ、ここリハビリ頑張っていこう。山からタイトル取るね。いや、そったに良くなってきたね。これ来年10勝あるけど。まあ、ロッテやってるから、ロッテ人気やってるから、鈴木翔太めっちゃいいからね。
これ上がっていくよ。野口、どこ行くの？お、藤浪いいね。ヤーフー。まあでもこのね、鈴木翔太はいいね。ロック純正にしたんで、でも A か、A 持ってないからね。8連目。80連目。カモン。指名候補、得点。普通。普通や。これは普通か。いや、つぶらな瞳。コーチと、いや、これはないわ。いや、乗り物守護神ってね、タイトル。石田、言わへんな。切り式は絶好調。金村、いいね。新庄も出さなかったんだけどな。めちゃくちゃいい選択ね。リハッチ、ミスバッチ、ファッチ。で、村上、ちょっと口から伸びるな。有原、ちょっと8月。6点完封したけどね、あと全部5失点としたの。佐々木朗希はちょっとね、1年間働けない。東、クイックしすぎ。佐藤としてはバッティング OK。いや、佐藤としてはね、それから俺負けちゃうんちゃうん、ロッテ。さあ、最後や。これで山本来て、完成です。皆さん、ね、さよならですよ。山本でお願いします。かも、2枚引きでもいいよ、2枚引き。ウィーバーかあれこれなんかあの探偵のやつ、もう一回来い、もう一回来い、なんか来い、ここ来い、ここ来い、もう一回来い、もう一回来い、2枚引き行こう。でもダルビッシュ、山本、両方引いちゃおう。カモン、よし、来た来た来た、これ2枚引きやろ、これ2枚引きやろ、完全にカメラ来てもいいよ、探偵ね。これ完全に2枚引きやろ、最後の最後に来て。いや、仲のいいわ。カモン、ダルビッシュ、よし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 、最後これで山本来たら完成だから、最後山本来たら完成だから。おー、口が口が止まらない、ドキドキが止まらない、ドキドキが止まらない。さあ最後や、これ山本来たらコンプリート。皆さんさよなら。ギリギリもう残り15分切ってます。ギリギリでコンプリート。それでは最後、皆さん、山本おまけプロスピ、はい、おまけプロスピ、さっきね、終わったばっかりなんですけども、チャレンジスカウトっていうのが来て、プロスピも考えるね。いろいろね、これは結構ユーザーにとってはね、めちゃくちゃ賞賛あるガチャなんじゃないのかなと。10連チャレンジスカウト。1日1回限り。ね、S ランク選手1人確定。で、結果を見てから取るか取らないか決めて、エナジー消費するか。ね、いらなかったらもう引いたけども、するっていうのができるっていう。これめちゃくちゃいい。システムガチャだね。だから俺これ今ね、今日分の9日から9日分のやつやってみます。これね、どうなるのかね。で、だっていらなきゃね、スルーすればエナジー減らないからね。まあという意味でね、皆さんもどうですか。まず1回目ね、どういうのが出るかやってみようね。さあ、これ2枚引きとかあんのかな。指名候補、よし、2枚引き。もう一回なんか来たら2倍引きだよね、これね。もう一回、どうなの、どうなの、どうなの、ほい、いや、けへん。目は普通、まあ、これ1枚か。まあでもこれ、まあ安心感あるね。ドキドキ感もそんなないしね。山口打っちゃえよ、伊藤、松本。さあね、皆さんどうなるのか、最後ね。一人か、あ、一人くさい。さあ、カモン、岡本、これは獲得やな。これは岡本やもん、これ獲得しましょう。さあ、ということで皆さんどうですか、成果は。俺1回目から岡本は取らなきゃ、持ってないからね、そういった意味でもね。ということで、これね、引き続き2日目以降もね、やっていきましょう。かなりいいガチャだと思いますけど、皆さんどうですか。プラスオプション動画でした。